です。よし、東洋です。はい、前回プレミアリーグベスト11やりました。やります、はい。ということで今回は続編2324プレミアリーグお気に入り11を決めよう。はい、まあ普段はね、ガクチャンコで一本でやってるわけでございますけれども、はい、今回ちょっと尺の関係上ちょっと分けさせていただいて、うん、我々のまあお気に入りっちゅうな。まあね、もうベストイレブンとは違います。どういう観点でお気に入りかとかは、うん、もう全部任せます。もう何でもいいんでしょ。何でもいいです。もう本当にフリーダムです、マジで。オッケー。本当にだからシティに勝ち点を献上してくれた選手たちとか。そんな選びませんけど。したいですか。ということでですね、まだ前編ベストイレブン見てない方は先にそちらの方をチェックよろしくお願いします。そんな両サイドいないですよ、リング。いっぱいあるとこ。いっぱいないですよ、そんな。分かってないんで。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー、シンキングタイム。これはね、ベストイレブンはね、やっぱり脳内でね、やっぱり常日頃考えているんですけれども、お気に入りイレブンは考えてないんじゃないかなっていうふうに思ってます。丸。どうですか、咳込んでるけど。はい、はい、まあでも、うん、自信はあるっすよね。あら、今日決まってる。まあ、うん、でこいつはいいよなーっていうのは、それは合いますよね。誰ですか。三つ違う違う、全然似ない。全然似ない。マジでさ、もう本当朝7時の電車やめてくれ。ちょっとね、候補はね、いろいろ考えているんですけど、結構多いですよね、20人ぐらいですよね、今。マジで、うん、女女じゃないっす。普通に男です。そんなあ、そうそうですか。女とは言ってない。おすすめ中盤。あー、ズベンニャーラララベイ、うるやらおんにゃらべい。なるほどね。なるほどね。俺ちなみにあと2よ。はいや。なるほどな。今あと3になりました。出たよ、出るやつ。これがむずいんよね。で、まあこすか、駆け抜けていった。行きました。私もカン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 、タイムアップ。知ってます。はい、はい、じゃあじゃんけんでいきましょう。勝った方が先。勝った方が先ね。最初はグーのじゃんけん、ほい。じゃあ伊藤さんからで。いや、じゃあ楽しみだな、伊藤のベストイレブン見んの。じゃあ、うん、私の2324、はい、お気に入りイレブン、はい、こちらです。はい、さっ、はい。なるほどね。笑ってる。いやいやいや、はい、これはいいなーって。あー、なるほど。嬉しくて喜んでしまう。はいはい、はい、こんなイレブンが生まれたら。まあ、よかったです。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、まずはゴールキーパーから。はい、オルテガ殿。ハラ、これはもうあのシーン。あのシーンは、はい、マジかっちょよすぎるという。まあそうね。しかも今季結構ね、出番あったっすよね。確かリーグ戦でも結構出てるよね。そうそう、エデルソンがね、ちょいちょい毎度いなくなるっていう。うんうんうん。まあそれもあって、オルテガさん、まあカップ戦中心ですけども、うん、なんだろう、好きなんですよね。なるほどね。たくましさ。たくましさ。そう。わかる。だから、幹不定よな。そう、幹不定。守ってくれそう感だ。わかる。包容感。包容感。そうそう。包容感があるということで、オルテガさん。はい。僕入れちゃいましたね。もうこれはいいんじゃないですかね。いいでしょうね。で、右。アイナ。アイナっすか。オラアイナっす。アイナって右だっけ。いやね、基本的に左が。ですよね。戦場なんですけども、まあ、右もちょっとやるぞと。まあまあまあ。ということで、まあ、右。で、来てください。右にアイナ。右にアイナ、いきなしコンバート。はい、はい、で、まあね、アイナの理由は、アイナはですね、あの足速いっすよ。まあそうですよね。最高に足が速いのと髪型がセクシーなので、はい、アイナっすよね。アイナ、まあ、もうね、小学生女子の足速いからかっこいい。でもね、なんか軽快なんですよね、彼の足の速さ。こう、まあそうね、タカタカタカーと力みなくスピーダー感が、わかる。なんかマジで陸上選手みたいな感じするよな。その感じがあってね、なんかね、うん、やっぱ目の前で速いものが動いてるとこっちも嬉しくなるじゃないですか。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。
ちょっと待って、頭を抱えますこれでいいでしょうか、これでいいでしょうか、この男そんな理由で選ばれましたもういいですよ、いいです、まあ、いいでしょう、いいです、そんな理由でも、はいはい、で、センターバックですね、はい、まずは、はい、マグワイア、はい、入ってきましたか、入ってきましたね、うん、まあこれはもう本当にね、冗談脱ぎに攻撃頑張ってたと思うし、うんうん、こういうのもあるんだぞっていう、うん、センターバックは、うん、守るだけが仕事じゃないというのをね、うんうん、教わりました、そうだね、うん、まあもうセンターバックは、はい、やっぱ上がってなんぼ、上がってなんぼ、組み立ててなんぼ全部やるんだっていうのをそうだ、ね、彼から感じましたので、うんうん、いや本当に素晴らしい出来上がり、いやマジ素晴らしいよかったですね、はい、もう一人、はい、バッシーです、ね、バッシーなんかあれだよ、前半戦とかよな、俺入れる気がするんだよ、お前ただ、うん、この緩急で、うん、まあ、人々を楽しませてくれるというか、うんうん、かつ、まあ、素晴らしい時は素晴らしいし、いやまあそうですよ、それはあると思うんで、まあ、今季本当はすげえ安定してフラムで、うん、出続けたまんじゃないか、まあ、出続けていましたね、うん、バッシーね、ですよね、なのでもうこれは評価に値するということで、いやいいんじゃないですか、バッシー、バッシー入りました、はい、左バックアムですね、アムウェイですか、アムウェイじゃないんですよねアムラバとか、アムラバとか、はい、あーそこでだほぼ出てないでしょ、ね、そうするとちょっとバックの収まり悪かったんで、はい、ちょっとアムラバとここでも左サイドで俺あれでしょ、さっきの入荷するセンターにインサイドされたでしょあーすいません、本当に良かったじゃん、まあ良かったよ、ね、マジ入荷するでもまあ本当まあ危ないシーンもあったけども、ね、過去5日の記憶しかないよマジであなた伝えた時結構ワクワクする、まあそれちょっとあるよね、ちょっとマジだよそれマジで、ベンチから出さないであげて、あーもうスタートから見て、スタートから出してあげてっていう、うんうんうん、なので442で行きたかったので、はい、あ村場と左です、はい、ミッドフィルダーはもうガチっすよ、はい、1人目はエリオットですね、はい、はい、もうね本気は俺の中で評価はだいぶ高くてですね、いやいいですね、エリオットはね最近は本当スタメンで出てますけど、うん、なぜもっと早くスタメンから出さなかったって思うぐらい、なんかいつもサブから出てきて違い作ってんなーっていう、そうだね、特にお気に入りのプレーはあの右サイド、うん、ペナルティーエリアの角ぐらいから上がってくるこのクロス、うん、はい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 、あのクロス結構好きですね、うんうんうん、エリオットも、うん、いいね、エリオットもね、まあスパサブとかから出て徐々にポジション掴んでいく、そのグラデーションもまた素晴らしいよね、よかったと思いますので、まあ彼としてもやっぱこう、うん、成長の1年だったんじゃないかなと思って、うん、エリオット入れました、はい、はい、でもう一人ウォートンですね、ウォートンです、ウォートンはですねパレスでもうブイブイ言ってますけども、なんかグラスナーパレスのなんか、はい、象徴感ちょっとあるよね、ありますよね、うん、それプラスやっぱね思い出というか、うん、そのシティでパレスがやった時1対2でして勝った試合なんですが、はいはい、あれの1点目ですね、はい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 、で反走走ウォートンのパスからマデタが抜け出してっていうのあったんですけど、あのねパスがね痺れたなっていう、ダイレクトでこうね、そこまで見えてるかっていう少ない時間でね、うんうん、なんでもっと上がってきてほしいなっていう、まだ20歳とかだよね、確かね、そうそうそう、オートン君ね、なんで、うんうん、今季いい若手ランキングの中でもだいぶ上なんじゃないかなっていう、どうしてこの2人のテンションで他いけないいや、言ってる言ってる言ってるか言ってる言ってるか言ってる、本当にマジでじゃあ行きましょう、はい、じゃあまず右からいきますか、はい、アントニーです、いやでもアントニーもね、うん、まあいろいろね、そう言われてますけども、言われてますけども、うん、俺なんかね確かにゴールこそ少ないよ、うん、けどだからこそあのワンゴールリーグ戦の、うん、あれめっちゃ痺れたなっていうか、痺れるよな、超かっこよかったのよ、うん、プラスあのねもう一個印象的だったらリバプール戦、あーそうだね、ずっと頑張って守備してた、守備してた、あの0対0の方ね、そう0対0のやつね、はいはい、あれをねアンフィールドでゼロを抑え込んだのは、うんうん、まあ、アントニーの活躍ならではなのか、うんうん、これガチで、これはガチっす、結構ね心打たれるというか、なんか応援したくなるよね、応援したくなる、うん、うん、もうちょい残ってほしいなって思いますけどね、ねちょっともうちょい見たいよな、まだ出るには早いぞ、うんうん、まだやり残したよいっぱいあると思うんで、はいはい、頑張ってください、はい、そしてもう一人、はい、ミハイロムドリク来ました、ムドリク、もう何話のスピードさるお前だけだよ呼んでんの、何話の通じねえんだってみんなそれだね、通じねえか、何話じゃねえんだもんあのツンデレエンジンがもうマックス
スの性能を活かせるようになった時どこまで行くのかっていうのはちょっと楽しみというか、うんうん、まだ若干制御しきれてないもんな、まあ、ムドリク自身が そこにロマンがもう詰まってやまないですから、うんうんうん、もっと活かしてくださいチェルシーは。そうだね、いやまあ活かすと思いますけども、まあ来季マジ楽しみやね、もっとやってください、うん、はい。そして2トップいきましょう、はい、まず1人目ベトですね。ベトですか。ベトは、はい、なんでって思ったでしょ。いや思うよそれは。顔がいいっすよ。あまあベトの顔めっちゃかっこいいからね。ミドリングでもそういうのあるからなそういうのな。あとはね、なんか俺がふと見た、うん、エバートンに対してフィールドユナイテッドも、はいはい、を見た時に結構ね味のあるプレーしてて、うんうん、で点とか取ったわけじゃないんですけど、うん、なんかそこでおベトいいなみたいな、ね、新加入でこっからどんどん点取るんだろうなって思ったんですけどね、まあ、まあ3ゴールとかでしたけど、まあまあまあ、まあ、伸びしろっすよね。伸びしろですね。そうだね。1年目なんでね。1年目なんでね。うん、なんで、顔がかっこいいんで入れました。まあ、そういう理由でもいいと思います。はい。はい、そして、トリを飾るはこの男、ガブリエル・ジェズス。はい。はい。まあ、理由を聞きたい。こいつはですね、はい、やはり、うん、もっと頑張ってちょっと待って。なんでじゃ入んだよ、お気に入りペースト入れる。いや、シティからの名残というそういうことでもね、なんかジェズスーみたいな。いや、多いよ。そう、多いよね。多いよ。いやね、お前ちょっと長いぞと、くすぶりが。そうだな、そうだな。ゴール決めたの1月か2月かでもね、うん、時より本当にいいプレーするというか。いや間違いですよ、ね、そこそバイエルン戦とかね。そうそう、あれとかも意味わかんないでしょ、なんでトロサール見えてんのみたいな、うん、いやそうなのよ。そう、あったりするし、うん、まだ間違いないね、うん、やり残したことある。いやそりゃそう、お前アーセナルでこのままね、うん、ストライカー争いで負けましたっつって、はい、出てったらかっこ悪いからよ。あ、そうだ、ちょっといいね、かっこいいね。かっこかけてやったねーと、うん、で次はマジ期待してる。なるほどね、うん、ちょっとまあいろんな疲れ方もあるけれども、うん、なのでこんなイレブンになりました。はい、はい、さあどうですか、迷った選手とかここワイの一押しやでみたいな。あー、ワイの一押しはですね、うん、でもマジでこの中で一番今季好きだったなって思うのは、うん、アントニーかもしれない。ああ、でもまあ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 、去年も確かに入れたんですよ。あなた好きだね、アントニーね。でもね、あれは確か足技がいい感じだでみたいな理由で入れたんですけど、うん、今季はまた違った理由で入ってきたかなっていうところ、うんね、いろんな楽しみ方がある、アントニーは。あとはね、まあ、ミッキーとかだったっすね。そうだね、ミッキーもね、顔がかっけんすよね。かっこいいっす。ミッキーかっこいいよね。かっこいい。そんな感じですか。まあそんな感じですよ。なるほどね。オープン2で、はいはい、このイレブン超えれるか、お前は。まあ見ていただきましょうか。リョウが選ぶ2324、プレミアリーグお気に入りイレブン、こちらでございます。ジャイスということで、こんな感じでございます。まずゴールキーパー、これケレハーなんですよ。ケレハーで、そう、俺これね、ガチで今季可能性つないだろって俺ケレハだと思うんだよ。いや間違いないですよね。ねえ、サブから出てきてバカスカ止めてて、うん、でカラバオカップタイトル導いただけじゃなく、はい、アリソンの不在を感じさせないって、うん、どれだけの大役をやっているのかっていうところと、ね、うん、あと、まあ、リバプールサポからね、もちろん言われてるけど、プレミア全体としてケレハって多分名前あんま上がってこないと思うんだよね。あー、そうだね。ベストキーパー争いみたいな、うん、まあ、出場時間的にね、うん、まあそれも仕方ないかもしれないけれども、ケレハーは今季マジですごかったし、そう、ね、この三つどもえ争いを成立させたのもケレハーなのかなということで、はい、これちょっと俺迷いなく、お曇りなく、おケレハーでございます。そしてフォーバックこちらでございますね、うん、はい、まずアイナー、僕は左です。待って、なんでおめえもアイナー入ってんだ。アイナーね、俺はアイナー、うん、足が速い。足速いよ。バーッ、ワクワクする、もう本当にキュッてしちゃった。キュッてしちゃった。足速くて本当に、いやびっくりだ、アイナかぶりでちょっと俺笑ったよ。いやそうよ、見た時俺もオラアイナでしたよ。いるんだ。アイナはやっぱ速いし、うん、まあ、純粋に攻撃性能とか、うん、やっぱそういうフィジカルに秀でてるバックス、うん、あそこまでなんかスピーディーだとちょっとなんか、うん、感動しちゃうなってことで、はい、アイナってことで、はいはいはい、で右はもうダロトです。ダロトっす。はい、これももう評価してあげようと。まあそうですよね、もう本気のダロトは素晴らしいです、はい、もう攻撃性能とかね、うん、もちろん素晴らしいし、ビルドアップもね、うん、まあ、本当にチームとし
ままならないまま、うん、ダロトだけがなんとかしてやろうとか頑張ってました。そういうシーン山ほどあるし、うん、あとやっぱ守備でもう5点を取らないですよね、ダロトはね。なんかこんななんか攻撃はいいイメージだった、ね、そうそうそう、守備こんな良かったっけっていう、もう今守備ですら俺ビサカよりもいいんじゃないかと思ってるぐらいなんで、ここまで成長してかつ右も左も出て年間通して出てってなったらもう素晴らしい、最高ですね、はい、うん、そしてマグアイアですね、まあもう今季このマグアイアを評価しないやつはいないでしょうと、もう本当に、うん、見せ場作るね。作るね。ね。そういう星の元で生まれてるというか。スターだよ。スターなんですよ、ね。本当に。まず第一として、はい、今期の幕屋は、うん、ガチじゃないですか。ガチよ。これはもう本当にネタとかじゃなくて、前提としてね。本当能力としてはガチなんですけれども、はい、やっぱねスターってガチ超えてくるからね。あガチは当たり前。その先で。その先で見せてくれるし、はい、点は入ってないけど幕屋惜しいっていうし。うん、マジラッシュより後半多かったんじゃないかなっていう。でもマグアイアのビルドアップ始まってフィニッシュマグアイアって冷静に考えたら頭おかしいじゃないですか。やばいですよね。でもこれでもなんか可能性感じさせてしまうみたいなところがあって、うんうん、マグアイア良くて、まあ時点エヴァンスなんですけど、まあでもマグアイアかな。はいはいはい。でキルマンですね。キルマン。はい。これはですね、うん、僕あのフットサルとか大好きなんですよ。ほら大好きなんですよ、ほらマジで本当にね、2324を上げた動画の中で、うん、俺過去であんな笑わせたことないでしょ俺動画でってなるのね、うん、でも俺動画チェックでも爆笑しないからそのごぼうすよね、一人で食い止めたキルマンはね、もう俺はね俺はもうこれはね、キルマン能力とかもちろん素晴らしいですけど、もうこれはプレちゃん的です動画の中で、この動画めっちゃ好きなんでキルマン入ってますで、ツボラはもうプレミアが誇るツボラチ、ギャラガー甘く富でおー、はい、はいはい、もうギャラガーはもう、うん、見れました、もうこれもうガチですよ、ギャラガーはいいっすよね、うんうん、まあ回想とかは悩んだんですけれども、やっぱり去年かな、パレス帰ってきて、うん、1年目でなんかギャラがこうじゃないよねとか言われた中で正当進化して、うん、マジプレー一個一個の丁寧さ、うん、作戦に比べてもレベチ上がってんだよね。そうで、なんかもっと簡単なローストとかめっちゃしてたイメージなんだよね。なんかあのハードワークするけど荒削りそう、ね、みたいなところからシーズン中盤から終盤にかけてビューティフルゴールも決めるようになったでしょ。なんかすごい大人になったそうよね。だからはね、ほんと綺麗に成長してね、うんうん、一個一個もう忘れずにできる、はい、こと増えてって、うん、もう素晴らしいです。ギャラガーはもう本当にこれ、ね、打ったらアホ。はいはい。でもう一人はもうマクトミーですね。マクトミーですか。もうこれもだって言う必要ないでしょ。でもここに置いたのが俺のミス。ここに置いたのがこれ本当に数々の奇跡を起こした男。本当ですね。もう世界のキャプテン。世界のキャプテン。世界人類のキャプテン。ビッグマック。ビッグマック。マクトニウム。マクトニウム。数々の名作が生まれてきた、はい。あんだけ活躍して、あんだけチームを救って。スタメンで見たくないけどこれもうマクトミネだけだと思うよ。活躍したらみんなスタメンで見たいもんよ。で実際全然入れてないし入れてないしなんでか不思議なもんすよね。そうなんですけれど、やっぱあの荒削りさ、まあ、言っちゃえば去年のギャラカーみたいな感じだけど荒削りさんけどやっぱ得点力とか、うん、まあ、ミッドフィールドの中ではず抜けてる、もともとフォワードということもあってマクトミネやっぱ入れるかなっていう。なるほど。で迷ったのがね、うん、ハマーなんですよ、シェフィールドユナイテッド。ああ、なんで、これはちょっとね、なんだろう、シェフィールドユナイテッド今季暗いと思うじゃないですか、はい、でもハマーだけはガチなんよ、これマジで、本当にね、上手かったですよね。マジで上手くて、うん、あの負けてる試合とかでも、うん、ハマーとブレルトン・ディアスはガチな試合がね、めちゃくちゃあって、特にハマーマジセンス感じるんよね。なんかこのまま降格していくのはもったいないというか、うん、ワンチャンどっかが、うん、あの取るんじゃないかってプレミアとか、うんうん、ほとんど説まとめとかでも語ったことなかったんで、降格するにはなんかふさわしくないなっていうぐらい活躍したのかということで、ハマーもサブディとしてきました。そして何度目の登場でしょうか、モハメド・クドゥスでございます。お前出しすぎだっていやでもさ、断るごとに改めて1年間クドゥス見てみんなどうだったよ。いや素晴らしかったっす。素晴らしいでしょ。楽しかったですよ。俺はずっと大好きなんだよクドゥスが決定力こんなあるんだみたいな。普通に上手いよね。そうね、フィニッシュがまあ上手いし、あとやっぱりね、まあ、あのそのサン・マクシマンとか、はい、あとまあトラオ、まあトラオはいるんだけどまあそういうね、あのドリブラーゴリブラーが負けた中で崩すですよ、はい、何ですか、チェルシー戦のなんか中3回リーグということが意味わかんないでしょすごいよね、もうほんと一人で、うん、頑張ってましたね。これね、だからスタッツまとめ動画でも話すんですけど、崩すの今季のドリブル突破回数マジもう異次元突破してるんですよ。マジっすか。2位のドクの 1.5 倍ありますからで、左
です。サラビア。はい。なんで？スパーズ戦なのゴール。あれは。あの1分で入ってきました僕は。あのわずか1分で。あれやっぱね見返したんですけれども。うん、あれとんでもなくないですか？あれとんでもない、俺マジで今季感銘受けたゴールの中でも、うん、もう本当3本の指ぐらいに入ってくる凄さよあのゴールは。で多分ね、なんか最優秀ゴールとかになってくると、うん、まあ一発の重み、うん、ガルナチョのオーバーヘッド、まああれはね入ってくると思うんですけれども、うん、俺個人的には年間ベストゴールなんですよサラビアのゴールが。おおほうほうほう。なぜなら俺ガルナチョリアタイで見てなかったから俺隣でパッキングしてたからそういえばそうか、お前見てねえのか。そう、あのこっちの部屋からなんか声聞こえてきて、で、ね、行ったら何何って言ったらガルナチョがオーバーヘッド決めてたから、もったいない。そうなのよパッキングしてたからその日朝からロンドン行かなきゃいけなかったから、キャー、そうなんですよ。ということで俺リアタイ見た中でのベストゴールがちょっとサラビアだったんで。なるほどね、サラビアって。はい、で2トップですね。まあもうこれはわかるでしょと。はいはい。1人目ハバツ。ハバツ、まあアーセナルから選出でございますけれども、うん、いや正直言うと俺はベストイレブンにワンチャン入るんじゃないかっていう。いや正直想像からも超えてきましたね。超えてきましたね、もう本当にハバツは今シーズン本当にいろいろあったよ、うん、まず来たんだっていうこっからよそうそう本当に来たんだ、来るんだって覚えてます、うん、ハバツのヒアウィーゴー、俺は石垣島で迎えてるんですよ。あんな前か、もうそうよ、動画とかやべえ、そう早く撮んなきゃみたいな。そっから始まり、うん、夏、はい、7月ボレーチャレンジ皆さんハワーズに一抹の不安を覚えるありましたね、ボレーチャレンジ。そっから始まって、うん、まあ不調、特に4節のユナイテッド戦、うん、あのゴールキーパーのど真ん中、はい、1対1、うん、もっくそスカってたり、あーありましたね。そう、そうそう、あのラッシュのゴールも、うん、ハワーズの雑なミスから始まってって、うん、ハワーズ大丈夫か、ちょっとこれフィット時間かかるんじゃないか、うん、そっからアウェーポンマス戦で、うん、PK 譲ってハワーズ初ゴール、はい、そっから、もうほんといっぱいあるんですけど、ブレントフォード戦ライア出れない、うん、ラムズデールを救うんだ、あれを決めたりとか、それが計2回、はい、で最後の方怒涛の活躍、はい、やっぱねアルツさんの目利きはちょっととんでもないなっていうところも思いました。彼はなんかいい目を持ってますね。いい目を持ってますということでね、うん、まあアーセナルから1名ということで僕はハバーツを、なるほど、選出しまして、はい、でラスイチはもう言わずもがないでしょ、ブニッチャンですよブニッチャンね、もう、うん、こいつは最近はね、うん、あんま点取れてないけれども彼のねまずフィジカルのバランスの良さ、うん、シュートのパンチ力、思い切りの良さ、うん、そしてポジショニング、はい、一瞬のスピード、やっぱ来季楽しみっすよ。結構出始め遅かったもんね、冬ぐらいから。そう、あの本当1月とかからあれなんですけれども、年間通したら14号は来季取れるんじゃないかなっていう、なんかワトキンスっぽいというか、あ、はい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 、ちょっとそういう感じで 2,3 年後満を持してみたいな、なるほどね、パターンはあるし、なんといっても顔と名前の可愛さムニッちゃん、ムニッちゃんと呼びやすさ、はい、相まって選ばせていただきましたということで、うん、以上でございます。どうですか、なんか迷ったりしたポイントで言うと、うん、あのねここかな、あギャラガー、ハマー、カイセド、うん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 、この3つで悩んで、あとサラビアのとこベルナーにしようと思ったんですけどまあもう両ウィング、うん、押しすぎる、俺の押しすぎるってね、ちょっとそこはもう自重してはいはい、はい、カブロ・サラビア入れたかなって感じですね。なるほどね、はい、さあということで、はい、被った選手逆もう初歩的なんで何年目だお前はいはい、被った選手で言うと、はい、マガヤ、はい、のみかな、アイナ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 、オラアイナが被ってます。オラアイナでなんで被るんだよユナイテッドはもう出しましたね。うん、もうね、うん、2人合わせて5人か、5人ですよ、マグガイア被りでねえ、うん、まあ、これはまあ今季でユナイテッドはね、うん、魔法がかかってた、マジであれはすごかったです、やばすぎる、マジでもうやばかったです、もう本当あんなの一生見れ、一生見れ、あんな暴れてるチームはね、もうそのレベルだったということで、こちら2324お気に入りベスト11でございました。皆様のですね、うん、お気に入り11もぜひぜひコメント欄に書いていただけたら幸いでございます。ということで、まあ最初です、はい、迎えて、まあ、ガン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 プレミアのまとめとか、うん、やっていくつもりでございますので、はい、まあですね、シーズン終了してもチャンネル登録は解除しないでいただいて、そのままで、そのままでよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンスボイ、それでは次回の動画でお会いしましょう。うわー。